西武園競輪場は、埼玉県所沢市荒畑にある競輪場。施設の所有者は、西武鉄道。主催は、埼玉県。競技実施は、JACA、東日本地区本部関東支部。電話投票での競輪場コードは26。実況は、東京電鉄工業で通常は、坂巻裕樹が担当している。1950年5月22日に開設。開設当初は村山競輪場であったが、施設所有者である西武鉄道が競輪場周辺一帯の開発を進め、西武園遊園地などを建設、整備したことに伴い、1954年5月から西武園競輪場に名称を変更した。1992年6月から大規模な施設、改修工事が開始され、1997年10月に完成。客席がすべて屋根で覆われた。開設から特別競輪が多数開催されているが、全面改修以降は1998年に日本選手権、競輪、2004年にオールスター競輪、2008年に読売新聞社杯全日本選抜競輪が開催された。今後は2022年8月9日から14日にナイター開催として18年ぶりにオールスター競輪が行われることになった。記念競輪は毎年4月下旬にゴールドウィング賞が開催されるのが恒例となっている。なお2011年4月の記念競輪は当初東日本大震災による計画停電の影響を考慮し中止が発表されたが直後に計画停電の終了が決まったため改めて被災者支援競輪、頑張ろう、日本 in 西武園として開催された。また2012年の記念競輪は時期移動で6月2日より開催された。なお2020年は COVID-19 の流行と緊急事態宣言の対象地区に入っている関係で開催中止になった。2010年8月9日より重活式投票にあたる K-DREAMS の発売を開始した。ただし本場や競輪場外車券売り場では購入できず、会員制のネット販売に限定される。なお、大宮競輪場も埼玉県主催のため、競輪では初のキャリーオーバー共有方式での発売となる。場内に照明設備が設置されたことにより、2017年1月8日の開催よりミッドナイト競輪が実施されている。ただし現地での車券購入はできない。2018年10月31日よりナイター競輪も開催されている。もともと500メートルバンクで始まっており、施設改修工事に伴って1994年8月より400メートルへと改修され現在に至っている。旧バンクを元にしてあるためカントが緩くなっている。このため一周400メートルの標準的なバンクだが、カントの緩さと直線の短さからか333メートルバンクのような性格を持つ。また、逃げ、先行タイプの選手が有利と言われている。なお、建物全体が高い位置から全周囲でバンクを包む一体型建築構造となっており、また、走路の全周外側にポリカーボネートが設置されているものの走路内側が、数メートルほど大きくくぼんでいるため風が内側に落ち込みやすい。ありがとうございます。